FM ギノワン毎週木曜日の4時半は障害に対する疑問や福祉制度の仕組みなどを分かりやすく皆さんにお伝えするアソシアのこれが福祉だ。メインパーソナリティを務めるアソシアの神谷です。よろしくお願いします。今日はですね、アソシアソーシャルトレーニングの職員をゲストに呼んでいます。大城さんに来てもらってます。大城さん、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあまず自己紹介をじゃあちょっとしてもらいましょう。お願いします。はい、アソシアの就労移行支援事業所に、はい、勤めております就労支援員の大城と申します。はい、大城さん、一応採用というか入社は4月からなんだよね。あ、そうです、3ヶ月です。はい、それまでは東京にいたんですよね。はい、ちょっと2年ほど東京で仕事をしておりました。あの満員電車どうでした？いや、あれ衝撃でしたね、ちょっとおじさんの顔ここにある、まあ、ここにあるって言われてもね、まあ、ラジオの機能の皆さんにはどこにあるかはちょっと目の前にね。失礼しました。はい、じゃあちょっと大城さんはじゃあ、まあね、それまではアソシアにいたんですけども、まあ、2年間東京にちょっと働きに、はい、出稼ぎに行っていたということで、はい、まあ、久しぶりに戻ってきたんですけども、はい、今現在はどんな、仕事業務内容なんでしょうか？今現在は就労移行支援事業所で就労支援として仕事しています、はい、で施設内で行う訓練が主なんですけども、うん、就労移行っていうのは、はい、施設内の訓練ではなくてですね、はい、ハローワークでの就職活動の支援や、うん、企業への職場体験実習、はい、企業への面接同行などを行っています。なるほどね。ハローワークとかへの就職活動や実際企業に一緒に利用されている方と出向いて職場体験をしたり、はい、面接同行などあんまじゃあ事業所にいないんよね。そうですね、あまり、はい、事業所にはおりません、うん、はい、そっかそっか。実際具体的にはどんなことしてるのかな？あ、はい、内容はですね、うん、就職活動を、はい、まあ、行っていきたいという訓練生に対して、はい、まあ、一緒に、うん、企業にアプローチをしていくという仕事になります、うん、で訓練生の中には、まあ、一度も就職活動をしたことがなかったり、これまで何度か面接にチャレンジしてるんですけどもうまくいかなかった人も多くいますので、はい、そういった方たちは強く不安を感じて、いる人もたくさんいらっしゃいます。確かにね、まあ、障害をオープンにしてこう働きに出る場合っていうのは自分のこの障害とか病気っていうのを説明するっていうのはすごいこう難しかったり不安だったりなんかこうそれを話すことが不利になるんじゃないかなっていうふうに感じる方も多いですよね。ああ、そうですね、まあ、実際にまあいらっしゃった方で、はい、まあ、精神疾患をまあ過去に患った方もいらっしゃったんですけども、はい、自分の病状について、はい、また定期通院が必要なこと、うん、病歴、はい、療養生活です、すいません、うん、療養生活が、うん、まあ、長くてですね、うん、職歴のブランクをどういった形で、うん、説明していいのか、うん、まあ、こういった相談がよくあります。確かにね、こうそういうのどこまで言っていいのかなとか、でも言わずに働いた時に今度逆に苦しくなったりね、はい、っていうのもあるだろうし、はい、まあ、そういう、こういろんな不安を抱えての就職活動とかっていうことになるとは思うんですけども、まあ、そういう時にはどういう支援とかをしたりしてるのかな？はい、いくつかあるんですけども、うん、まあ、一般的なところで言うと、うん、面接の練習っていうことがあります、うんうん、でこれはこう、まあ、大学生とかがやるような形ではなくて、はい、まあ、ちょっと特殊なんですけど障害者雇用とかそういう働き方もありますので、はい、まあ、自分の得意なところと、うん、まあ、苦手なところをまあ整理して、うん、まあ、相手に伝える練習であったりとか、うん、まあ、そういう自分のまあ自己 PR とかそういう方が苦手な方もいますので、うん、まあ、そういった練習を行っています。うん、であと練習中はまあうまくいったりすることもあるんですけども、うん、まあ、本番についてはやはり緊張して伝えられないっていうこともよくありますので、うん、そういう時は同行してですね、うん、ちょっと補足の説明をしたりとか、うん、まあ、第三者的に、うん、コメントしたりとか、うん、まあ、そういったことをお手伝いしてます。そうだよね、面接行く時にも、うん、まあ、本人がその希望すればそういうふうにこう就労支援員として一緒に同行していって、はい、今言ったように、まあ、本人がこう緊張して言えなかった分、はい、
でも実は彼はこういう得意なことを持ってるんですとか、はい、まあ、でもここはでも苦手なので配慮をしてほしいとかっていうことも一緒にこう言うこともできるんだよね。あ、そうですね。そこが不安に思ってる方に対してはそういう支援をしていきます。うん、まあ、でも実際緊張するよね、面接っていうのはね。あ、そうですね、慣れることあんまりないとは思いますのでそんなに何回もね、数をするものでもないし、ね、はいはい、他にこの採用のされ方としては、はい、その場面接以外のやり方もね、あ、そうですね、あるっていうふうには聞いてるんだけど、よくアソシアでやるのが、うん、あの職場体験実習っていうのを、職場体験実習、はいはい、まあ、簡単に言うとですね、うん、まあ、実際あのお仕事させてもらう前に、うん、企業さんの方で実際に、うん、まあ、実習という形で、うん、お仕事をさせてもらいながら、うん、まあ、訓練生、まあ、アソシアの訓練生は、まあ、どういった仕事か、はいはい、体験を事前にさせてもらう、うん、で企業側からすると、まあ、どういった方が来るのか、うん、まあ、どういったお仕事ぶりで、うんうん、仕事してもらえるのかっていうのを、まあ、見極める、マッチングっていうんですけども、うん、まあ、そういうことを目的として、うん、就職する前に職場体験実習という形でですね、うん、ちょっと企業さんに協力いただいて、うん、まあ、事前に実際体験させてもらうというような取り組みをしてます、ね、これはいいね。やっぱ実際にこう面接とかだと、はい、じゃあもし決まった場合それは嬉しいんだけども、どんな職場の雰囲気なのかとか、一緒に働く人どんな人なのかとかっていう不安はすごいあるわけじゃないですか。そうですね。これが事前に、まあ、その実習をさせてくださいということでやると、あ、どういう雰囲気の職場なのかなとか、はいはい、あ、こういう人たちが一緒にね自分と働く人なんだっていうのも分かるし、まあ、企業にしても、あ、こういうことができる人なんだとか、あ、こういうコミュニケーションでやり取りできるんだっていうのも分かるしね、はい、そうですね。事前に見てもらうことで、うん、まあ究極の話ですけど、うん、面接でうまく答えられなくても、うん、もう実際働いてる姿を見てもらってますので、なるほどね、はい、なるほど、そこは強力なアピールに、うん、まあ、一つなると。自己 PR がペラ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 こう喋れなくても、うん、実際お仕事を、うん、しているのを見てもらってますので、うん、まあ正直なところ面接なんかよりもすごい強力な自己 PR にもつながると。これとっても自分対人関係苦手でとか、はい、人前で喋るのが苦手で、はい、もう緊張して不安が強くなる、はいはい、でそれよりも働いている姿を見せることの方がやっぱり企業としてもいいし、はい、ってことなんだよね。そうですね。面接とかを非常にハードルと感じている方は多いんですけども、うん、実はそこではなくて、うん、まあ、企業さんはしっかり働けるのか、うん、やる気があるのか、うん、そういったところを見るという形になります。実際今どれぐらいの方が実習に行って、はい、まあ、こう実際こう就職に結びついたとかっていうのはあるの？あ、はい、すみません、4月から、うん、の数字になるんですけども、うん、4月からまあ今まででも実際4人は職場体験実習を経て、はい、就職につながっております。そのまま？あ、そうですね、そうですね。あ、なるほど。4月から今何月？6月？6月。もう4月か、はい、3ヶ月で4名の方がそういう実習を通して、はい、そのまま就職につながっている、はい、確かにそれは両方安心だね。そうですね、まあ、ここをまあちょっとお手伝いするのがアソシアっていうところで、うん、まあ、職場と本人のマッチングという作業になります、うんうん。まあ、そういうふうに企業との間に入ったり、はい、そういう実習をさせてくれる企業を探したり、はい、それこそ本人さんがこういうところで働きたいっていうところの企業に営業に行って実習させてくださいとかってやるのが大城さんの仕事、はい、あ、そうですね。それがまあ就労支援員という、なるほど、まあ、お仕事になります。あ、だから事業所にほとんどいないと。あ、そうです、そうです。ちゃんと仕事はします、はい、カフェとか行ってお茶してるとかそういうことじゃない、はい、ちゃんと仕事はしております、はい、なるほどね、失礼しました、はい、あ、ではですね、ここで、1曲おかけしてですね、後半戦につなげていきたいと思います、曲はですね、大城さんにとってやる気の出る曲ということです。どうぞ、お聴きください、ファンキーモンキーベイビーズで悲しみなんて笑い飛ばせ。
アソシアのこれが福祉だ。前半はですね、就労移行支援事業所アソシアの業務内容について大城さんに説明してもらいました。後半はですね、リスナーの皆さんにとって耳寄りな福祉情報をお伝えしてもらいます。はい、お願いします。はい、私ちょっと福祉とは離れちゃうかもしれないんですけども、はい、就労支援員として、まあ日々仕事してますので、雇用の状況、はいはい、あと失業の状況など、まあ、いろいろ調べてたりするんですね。うん、そうですね。はい、ここで突然なんですけども、はい、問題です。はい、一昔前まではよく耳にしていました、うん、完全失業率。完全失業率、はい。はい、完全失業率っていうのは100人もしお仕事できる方がいたとして、はいはい、そのうち、うん、ある割合で失業者っていうのが生まれてしまうんですね。うん、そうだよね。うん、はい、でその割合です。うん、で 100人いたとして、うん、まあ、50人が仕事つけていないとすると 50% という考え方になるんです。はい、でちなみにイギリスは 5.4%、はい、うん、5.4% が完全失業率で、イギリス、はい、失業している方ですが 5% ですね。うん、でアメリカが、まあ、同じ 5%、 5% ぐらい、はい、で最下位がですね、アフリカのモーリタニアで 32%、 アフリカのモーリタニアで 32%、 はい、ちょっと参考になるかどうか分かんないね全然、はい、で日本の平成27年度の、うん、完全失業率はどれぐらいでしょうか。日本、イギリスとかアメリカも 5%、 そうですね、まあ、はい、でもね、なんかテレビで見るとなんかすごい仕事ないない言ってるから、はい、6、7% ぐらい。はい、正解はです、あ、ブーブすいません、ちょっとそこだけ気合い入れちゃう。日本は 3.7% なので、うんうん、アメリカやイギリスよりもまあ低い、失業率が低い。あ、そうですね、なるほどね。でこの数字なんですけど、過去10年間でまあ最低を、うん、はい、記録していて、まあ、よく耳にすると思うんですけど、リーマンショック、うん、はい、平成20年にあったリーマンショックで、うん、まあ、5% 台まで上昇したんですけども、うん、それ以降はまあ改善を見せていて、うん、まあ、今 3.7% まで減ってます。あは、じゃあ、はい、リーマンショックの時はまあ 5% ですね。100人の働ける人が100人いたとしたら、はい、5名は失業している状態だったけども、ね、今は 3.7%。 そうです、そうです、まあ、そういうふうに今雇用がちょっと改善されているっていうまあ数字ですね。なるほどね。はい、はい、ではもう一問もう一問あるんだね、はいはい、なんですけども、うん、有効求人倍率っていうのがあります。はい、有効求人倍率、はい、これもちょっと説明するんですけども、はい、採用枠に対して応募者がどれぐらいいるかってことなんですけども、はい、採用枠に対して応募者がどれぐらいいるか、はい、いるか、はいはい、なので100の採用枠があって、まあ、じゃあ沖縄県で 100名の仕事、100の仕事があったとして、はい、応募者が100人いた場合は1倍です、うん、まあ、そうだよね、1倍、はい、はい、逆に、200の仕事があって、200仕事は200ある200あって、で応募が100、お、応募の方が100、はい、うん、しかない場合は、うん、人が余っていると、あ、ごめんなさい、仕事が余っているっていう状態なので、うんうん、2倍になります。なるほど、じゃあ、はい、1倍から2倍、2倍からっていうふうに倍数が上がるごとに、はい、仕事の方が多い。仕事の方がいい、はい、なるほど、わかりました。それが有効求人倍率ね、はい、そうですね、はい、それが何、今の日本、うん、はい、まあ、日本全体ですけどね、うん、何パーセントでしょうか。あ、すみません、何倍でしょうか。いや、もう仕事ないない言ってるんでしょ今ね、はい、仕事がないって言ってるから 0.7 倍とか 0.8 倍、やっぱ仕事がないのかな、はいはい、そこが まだブーです。まだブー、はい、ブーです。そこはですね、うん、実は 1.2倍、はい、1を超えてるということなの でお仕事の方が求職者よりも多いということになってます。あ、じゃあ、求人誌とか見て仕事を探したいって言ってる人よりも、はい、働きに来てほしいって言ってる方が多い。あ、そうです、そうです。企業の募集の方が多い。そうです、募集の方が多いと。働きたいっていう人よりも。そうです。あ、じゃあ仕事はあるんだね。あります。で失業率も下がっていて、うん、仕事も、うん、まあ、言い方が適切かどうか分からないですけど、まあ、余っているというような状態になってます、うん、へえ、はい、まあ、宮里さんもね、障害者の雇用率っていうのも上がってきてるっていうのも、はい、多分ここにじゃ関係してるのかな。そうですね、雇用率についても、うん、まあ、第1回目ですかね、うん、宮里の方が言ったと思うんですけども、うん、過去最高の数字を記録していまして、障害者の雇用率も過去最高の数字になってる、はい、パーセントになってます、うん、まあ、ですので、うん、そこについては、まあ、雇用が進んでいるということになります、うん、
で、うん、私がまあこの問題を通してちょっと伝えたかったことがですね、はい、あの障害者雇用とかそういうあの障害者だけではなくてですね、うん、まあ、高齢者であったり女性、はい、あと働くお母さんであったり、あと若者、はい、の関係するですね、うん、雇用の法律がどんどん改正されたり、はい、雇用に関する雇用関係、はい、雇用関係の法律が改正されてる、改正されたり新しくできたりしているんですね、うんうんうん、で今世の中の流れとしては労働の人口が減ってきているという状況の中で、うんうん、これまでお仕事をしようと思っていなかった方も、うんうん、どんどん仕事ができるようにしていこうという世の中の流れがあります。これはあの国の施策としてですね、そういった流れがありますので、はいはい、まあ、私がここで言いたかったのがですね、うん、まあ、仕事をしたい人を応援する制度は着実に増えてきてますので、はい、仕事をするということについては非常に今がチャンスと言いますか、なるほどね、はい、完全失業率も下がってきてる、はい、要するに仕事本当につけてきてる人がどんどん増えてきてる。で、有効求人倍率、はい、企業が働いてほしい、はい、でも応募が少ない、はい、要は仕事はたくさんある、あります。でさらに、障害者だったり高齢者だったり女性だったり、まあ、育児とか、はい、若者の支援とかっていう部分の雇用に関する法律も整備されてきてる、はい、なので今は例えば障害を持っていても持ってなくても、逆に障害を持っていても仕事をしたいっていう人に関してはすごいチャンスな時期が、時代が到来していると。そうですね、そこはもう本当に国の政策として、うん、流れとして、うん、雇用を進めていくということで、うん、まあ、私たちアソシアとしても、うん、まあ、就労移行というところで企業さんにいろいろアプローチしているんですけども、うん、はい、ここ数年ですね、うん、やはり企業さんのこう受け入れる体制であったりとか、うん、そういうあの姿勢が、まあ、5年前とは確実に変わってきていて、うん、まあ、しっかりお話を聞いてもらえたりとか、はい、あの採用を検討しているんだっていう相談をですね、うん、あの就労移行のアソシアに対して来たりもしています、うんうん、あ、向こうからも相談が来たり。そうです、企業さん側から、福祉施設のアソシアの方に問い合わせが来たりもします、うん、あ、障害者を持っている人でも雇いたいんだけど、はい、どなたかそういう就職のタイミングの人いませんかっていう、はい、あ、そうですね、問い合わせがもう企業から来る。これまでは逆にちょっと雇ってもらえませんかってお願いをしていた。それこそ営業マンだったのに。あ、そう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 、はい、もう今座ってる営業マンみたいな。あ、いやいや、まあまあ外に行くんですけど、行くんですけど、うん、はい、逆の流れ、うん、どの雇用促進、しようというような流れは確実に来てはいますね。確かにこう発達障害者支援法という発達障害を取り巻く法律も改正されて、はい、まあ、企業側への理解というのを求めるようになったり、はい、確かに今すごいチャンスかもしれませんね。はい、じゃあちょっともう番組がそろそろ終了に近づいてきているので、はい、まあ、今日はまあ就労移行の話もそうですし、はい、まあ、ちょっと他にも宣伝があるということなので、はい、そこもちょっとお願いしていいですか。はい、分かりました、はい、それちょっと告知にはなってしまうんですけども、はい、まあ、先週から、受け入れ企業の話、支える家族の話、うん、実際に仕事に就いたアソシア卒業生の話が聞ける講演会が、7月16日土曜日、うんうん、10時カフェアソシアにて行われます。受け入れ企業の話、はい、支える就労を支える家族の話、はい、で実際に仕事に就いたアソシアの卒業生の話が聞ける講演会が、はい、そうですね、7月16日の土曜日、はい、カフェでアソシアであるんだよね。あ、そうですね、はい、で受け入れ企業側からは、うん、北谷のホテルの、はい、ヒルトンホテル、はい、あ、ヒルトンね、はいはい、の方が、来てもらうことになっております。はい、で、まあ、タイムスの、うん、新聞の方で、うちの火星人っていう著書を出されている平岡さん、はい、平岡さん、はい、うちの火星人の著書の、平岡さんも、はい、もういらっしゃいます。なるほど、はい、すごいメンバーだね。はい、はい、あ、であと、私も出ます。あ、すごい俺呼ばれてないけどね、はいはい、私神は呼ばれてないんですけども、はい、大城さんはそこで出ると、まあ、ちょっとそこで、はい、就労支援の話もできたらなと思っております。はい、ぜひ、障害をお持ちでもね、働きたいな、もしくはうちの子働けないかなって思ってる、まあ、ご家族の方も含めてですね、ぜひアソシアに遊びに来ていただきたいなと思います。はい、はい、まあ、もうちょっと今日はもう時間もだいぶ押してしまったんですけども、まあ、アソシアではですね、まあ、こうした障害福祉に関する相談なども受け付けております。また来週以降からはですね、皆さんの相談もお受けできればなとお待ちしております。はい、
もし、相談があればですね、こちらまで FM ギノワンまでメッセージをいただければなと思います。ファックス番号は 098-943-0094 です。皆さんぜひ、福祉に関する相談とかですね、そういったことがあればお送りしてください。はい、お嬢さん、あっという間に時間が過ぎてしまいましたね。はい、はい、ちょっと、はい、しゃべりすぎました。はい、はい、ありがとうございました。アソシアにも連絡してみてください。はい、ありがとうございました。それではまた来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。